はい、皆さんこんにちは。今日は僕杉本仁のお家に帰ってきてからのナイトルーティーンを紹介していきたいと思います。帰ってきたらね、しっかり靴を揃えてからスタートです。はい、まずは帰ってきたらちゃんと手洗いうがいをします。ちゃんとね、この対策はしないとみんなもダメだから、しっかり帰ってきたら手洗いうがいをしましょう。ということで、こうやってね、ガラガラペンもして、しっかり対策していきます。で、手も拭いて、で、身だしなみチェック、もう帰ってきた後も身だしなみチェックします。はい、まあ、定位置に着いたらちょっといろいろ考えながらピアスを取ったりしています。で、こちらね、ピアス入れ、あとネックレスとかもかけているやつ、無印で買いました。すごいね、なんか乱雑なんですけど。ピアスを戻して、で、そしたら編集というか、YouTube のねやつをちょっといじるというか見たりしています。ここでいろいろ見たり、まあ、編集したりだとか、ちょっとこれからやる企画のやつとかいろいろねしています。なんか歌ってる。はい、さあね、今日ちょっとね、ドーナツをミスドで買っちゃったので、買ってしまったので食べようと思ったんですけど、なんか思いつきました。どっか行きました。はい、戻ってきました。てってれー、ほろよい。というわけで、一人晩酌でございます。結構ね、お家で一人でほろよいとかを飲むのが好きで、結構この甘い系のやつは飲みますね。で、ミスドを食べようと思ったんですけど、なんかやめました。ってことで、今からはお風呂に入りたいと思います。入浴シーンです。イエイイエイ。はい、お風呂に入りました。基本的にお風呂の中だと湯船に浸かることが最近は多いです。冬なのでね、特に湯船に浸かることが多いんですけど、お風呂ではこの半身浴しながら YouTube を見ることがめちゃくちゃ多くて、なんか基本的に体洗う時とか頭洗う時とかも音楽か YouTube を流しながらお風呂で見てるっていう感じです。あ、そうだ、今使ってるシャンプーはこれです。オージュアのリペアリティっていうやつ。なんかこれいろんな色があって、その中でもブリーチ毛とかにめちゃくちゃいい。もうこれ美容院で買ったんだけど、高いのよ。普通に高いんだけど、おすすめされて、ブリーチ毛に3回したから、さすがに髪の毛ちゃんとしなきゃなと思って、初めて美容院でシャンプーを買ったんだけど、普通にめちゃくちゃいい。リンスは市販のやつを使ってます。でもね、美容院さんは最初はシャンプーだけでも使ってみてって言ってたから、すごい良かったから、リンスもね、いいなって気になってはいる。洗い流さないトリートメントはこちらを使っています。多分みんなも見たことあるやつだと思う。P の。これめっちゃ安い。本当に1000円しなくて800円とか。あ、めっちゃいいんですよ。こんな感じのって、こう取って、こうやってやってくる。全然ね、毎日やらないから、週2とか、週3とかでやってるから、結構ね、傷んだ髪にめちゃくちゃ効きます。だからこれはおすすめだよ。で、あとはお風呂で紹介するって言ったらこれかな。これは、なんか、パッケージ取っちゃったんですけど、これはサボンの保湿じゃなくて、保湿なんとか、なんか、ダラダラしてるやつ。なんて言うんだっけ。スクラブ!スクラブです。これ開けてみると、なんかすぐ匂い嗅いじゃん。なんか、ミントみたいな香り。なんかいい匂いっていうか、なんかペパーミントみたいな。なんか不思議な香りで。これも、たまに使ってる。この肌とか使ってます。でもさ、背中とかってさ、こういうのさ、自分でさ、届かなくないみたいな。必死にこうやってるけど届かないよね、みたいな。もうこれぐらいかな。今からね、もうちょっと YouTube 見ながら半身浴して、お風呂上がりたいと思います。はい、お風呂上がりました。お風呂上がったらね、まずはもう一人のこのライブシーンになっちゃうんですけど、トリートメントはこのどっちにつけようかなと思って
まあ最近はフィーノのね、洗い流さないトリートメントも使うことが多いです。で、今度はこれを最初に肌にオードムー家の拭き取り化粧水を塗っていきます。コットンにつけてやっていきます。そしたら一回手洗って、一回髪が失礼いたしました。はい、お風呂上がったらまず最初に化粧水をすぐにねつけていくんだけど、このねリファのビューテックレイズっていう美顔器を使っています。これはここの美顔器にコットンをつけて、ここに化粧水をちゃちゃちゃってつけるのでつけてやっています。で、この美顔器めちゃくちゃ軽くて、すっごい持ちやすくて重くないから簡単にできます。で、これが1ステップ目がここまで電源つけると青色に光るんだけど、この青色の時がイオンクレンジングをしてくれてて、この振動すごいしてて、この今青色に光ってるじゃん。で、これがもう振動しててクレンジングというか、毛穴の汚れや古い角質を取り除いてくれています。で、これはそのまま機械をこう肌に当てると勝手に振動してくれてるからすごい簡単なんだけど、顔の中心からこの外側に向けてリンパに沿ってスライドしていく感じで動かしていきます。なんかね、これは使ってるうちにいつもと違うなって感じが実感できます。で、これは勝手に1分経つとピピって言って切れるから、数えなくても勝手に止まってくれるのですごく簡単、マジで簡単で、これ足りなかった部分はね、最後におでことかにもちょっとつけて終わりです。そしたらこのコットンを取って、次は2ステップ目に行きます。これね、3個のモードでやってて、本当に3ステップだけなんだから、だからめちゃくちゃ楽って感じ。そしたら今度こちらの美容液を塗っていきます。で、簡単に5円玉10円玉くらい出して、まず顔全体に塗っていきます。実際これはちょっとクリーム色みたいな感じで、肌今日も綺麗になってねって思いながら塗ってます。で、このやつも全体的にフェイスラインとか首までも塗れたら、今度は2ステップ目のこの黄色のライトなんだけど、今度これはめちゃくちゃ弱い電流が流れてる感じで、全然なんか刺激はなくて、これもまた中心からこの顔の外側にスライドしていくって感じ。何にもね、痛いとかはマジでない。ただなんかすごいスライドされてるなみたいな感じの感覚だから、すごいやりやすいって感じです。で、それがまた終わったら、今度は3回目、3ステップ目ラストなんだけど、これは赤色のライトになってて、めっちゃこれは気持ちいいんだけど、これもまたこう肌に密着させてスライドしていくと、すっごいあったかく、じんわりあったかいので、これは超音波の細かい振動があって、すごいね、めちゃくちゃ気持ちよくて、すごい熱がねこう肌に全部染み渡ってるみたいな、染み渡ってるっていう感じになります。で、全体的にこれ1、2、3ステップだけで終わるんだけど、めちゃくちゃマジで楽。しかもこれ5分で終わるから、全部ですごい、自分はズボラなんだけど、ズボラな私にはおすすめですって感じ。めんどくさがり屋だから。はい、そしたらね、こんな感じで終わったらもちもちになりました。そしたらね、乳液を使って最後に蓋をする感じで、しっかり乳液で蓋をしてなじませていきます。で、この今使ったリファの美顔器は、今ねリファさんから美容に関してのサポートを僕いただいていて、どんどん綺麗になってるんだけど、その商品がもしこの欲しいなとかなった人は、まあ、自分のファンの限定の感じで安く買えるようにお得なリンクをもらったので、概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてください。はい、ムチムチになりました。はい、そしたらね、ドライヤーをしていきます。まあ本当はね、早く乾かすのがいいんですけど、肌の方が大事と思ってやっちゃいました。で、いつもね2リットルの水を口をつけずに飲んでいますおなじみの光景だと思うけど。はい、今度はこちらの美容ローラーを使ってフェイスラインの方を中心的に重点的にこうやってコロコロしていきます。やっぱこれをやるとね、次の日とか肌が引き締まってるなみたいな感じが実感できるって感じ。サムネタイムだよ。で、これはコロコロしながら、だいたいテレビ見ながらとか、まあ、YouTube 見ながらやることが多いです。はい、そしたら
編集をしていきます。いつもねこの時間、まあ、大体夜中とか なっちゃうんですけど、この時間に自分の動画を見たり編集したりとかして動画の編集をしております。はい、終わりました。イエイ。ってことで、あのね、寝ると思いきやの、あのドーナツをそういえばねお風呂前に食べてなかったじゃないですか。だからちょっとあのちょっと本当にあの食べないつもりでいたんですけど、ちょっとやっぱりあの消費期限というものがあるので、ちょっと食べないともったいないので仕方なく食べました。本当に仕方なく。でこれはちょっとあの食べた後にすごい美味しかったけど、すごい罪悪感にやられて、どうしようってなってます。でもちゃんと美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、やっとね寝る準備にかかっているんですけど、歯磨きタイムでございます。なんかさ、歯磨きの歌とかなかった？小さい頃に NHK の番組とかでさあったよね。なんか決めております。もうカメラあったらすぐ操作しちゃう天性のアイドルキラ。はい、そしたらもうねやること終わったので、寝る準備というかもう寝にかかります。ということでおやすみなさいと言いたいところですが、ちょっとね最近ね、あのポケモンのさ、ダイヤモンドパールのリメイク版が出たじゃん。あんまゲームやらないんだけど、ダイヤモンドパール小学生の頃やってたから、ちょっとね久々にやってみたいなって思っちゃって購入してそれをやっています。てかもう全部クリアしちゃったんだけど、この動画の時はまだクリアしてなかったから夢中になってた。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。とこんな感じのねナイトルーティーンでしたが、皆さんもぜひこれを見て一緒に寝ましょう。ってことでバイバーイ。